はい、スリーピースゲームズです。今回の動画はですね、動画を撮りすぎてマックが重くなってきたという方に向けて、おすすめのハードディスクを紹介していきたいと思います。この商品はマイパスポート4マックと言います。ストレージは2テラ、たくさん動画が貯められます。縦 107.2mm、 横 75mm、 厚さ 11.15mm とコンパクトなサイズになっております。セキュリティも万全、パスワードロック、安心な3年保証もついております。すぐに使える、使用購入後すぐに Mac デバイスで使用できるので、簡単に素早く作業を開始できます。後で試してみましょう。 Mac 用のデザイン、 Apple Time Machine 対応、購入後 Mac につなげてすぐに動作できる My Passport for Mac Drive では、Apple Time Machine を使用してファイルを保護できます。またファインダーを使用してドライブ間でファイルをドラッグ&ドロップでできます。まあ、ちょっとよくわからないですけども、試してみましょう。 USB-C、USB-A の両方に対応。まあ、言ってしまえば USB-A、USB-C のポートの両方につながるということです。安心ですね。はい、じゃあ早速開けてみましょう。箱はこんな感じです。海外製なので多国籍の文字が書いてありますね。 USB-A、USB-A、USB-C とも書いてあります。この風にデバイスにつながります。箱もだいぶコンパクトですね。じゃあそれでは開けていきましょう。うん、しっかり梱包されてますね。コードと本体が入っております。じゃあ開けてみます。ああ、だいぶコンパクトですね。うん、商品画像の通り小さいですね。手のひらサイズ。あと説明書とコードが入っております。本体につながる方とパソコンにつながる方ですね。あと説明書、まあ、これは後でゆっくり読みましょう。はい、じゃあ本体とコードをつなげてみたいと思います。で、 PC を立ち上げてこの動画をハードディスクの中に入れてみたいと思います。じゃあまずハードディスクの本体のコードをつなぎます。はい、つなぎましたら反対側のコードにパソコンにつなげます。はい、つなげたらデスクトップ上に My Passport for Mac のアプリが登場しました。簡単ですね。つなげるだけでアプリが出てきました。そうしたら入れたい動画をマイパスポート4マックにスライドして入れてみたいと思います。そうするとアプリの中に動画が入っております。とても簡単です。コードをつないでアプリが開かれたらスライドして入れるだけです。そうすれば
動画編集したものが入ります。はい、しっかり入ってましたね、ハードディスクの中で。これで PC のストレージも減らせるわけです。はい、今回の動画はですね、動画を撮りすぎて Mac が重くなってきたという方に向けておすすめのハードディスクを紹介してきました。もし私と同じ思いをしている方がいらっしゃいましたら、このハードディスクをおすすめしたいと思います。値段もそんなに高くなくて、取り扱いもとても簡単です。この動画を見てためになった、面白かった、ぜひ使ってみたいという方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。もっと細かい商品説明が知りたい方は、概要欄に My Passport for Mac の URL を貼っておくので、参考にしてみてください。